ようこそ田舎町、沖縄島村へ。よく来てくれました。さて、今日は何か用ですかハンディキャップを抱えながらも、目標を達成させるためには、どうすればよいですかそうですか。よくわかりました。その質問、私が答えましょう。ハンディキャップを抱えながらも、目標を達成させるためには、 大切にすべきことが、四つあります。まず、一つ目に、自分のやりたいことを見つけ、目標への動機づけを明確にすることです。私は、幼い頃に、左手にやけどを負い、指の皮膚がくっついた状態となってしまいました。しかし、医者の手術のおかげで、指同士を切り離すことができたのです。 これに感銘を受けた私は病気で不自由している人たちを救いたいと強く思い医者になる目標を持ちました。この揺るぎない動機が目標に向かうための原動力となったのです。次に二つ目は不遇な状況を受け入れ前向きな姿勢で取り組んでいくことです。私は貧乏な家庭に生まれさらに左手が不自由であったのですが絶望せず 悲観的にならず、自分の不遇を受け入れ、前向きに考えるようにしました。また、私は、患者の病気を治療する、臨床医を目指していたのですが、開業するお金、そして、不自由な左手が理由で、臨床医の夢を諦めざるを得ませんでした。しかし、臨床医ではなく、基礎医学の道を目指し、より多くの患者を助けるという、新たな目標に突き進むことにしました。 もし、目の前に、不遇が現れたのなら、目をそらさず、後ろを向いてはいけません。真正面から、不遇に立ち向かうのです。そうすれば、自然と、前向きに前進することができます。変えられるものがある。それは自分と未来だ。この言葉を胸に刻み、人生を歩むのです。次に、三つ目は、 忍耐と根気を持って努力し続けることが大切です。私は貧乏だったため家計に余裕がなく医学を学ぶための学校に行くことができませんでした。そのため非効率ながらも自分一人の力で医学を学ぶことにしほぼ独学で医師免許を取得することに成功しました。さらに医者として幅広い語学が必要であったため英語、フランス語、 ドイツ語などの語学を習得するために、誰よりも勉強し、たくさんの語学を習得することができました。そして、研究者になってからも、私は、黄熱病と梅毒の研究において、膨大な量の実験を重ね、試行錯誤や失敗を経験しながらも、数多くの論文を発表しました。誰よりも、3倍、4倍、5倍、勉強するもの。それが天才だ。 あなたも根気強く人一,一倍努力し続けるのです。そうすれば必ず成果が現れます。そして最後に四つ目は周りのものに協力を仰ぎ恩を決して忘れないことです。一人の力には限界があります。私がこうして世界で評価される有名な研究者になれたのも たくさんの人たちに支えられたからなのです。まず、誰よりも、母親に感謝しています。私には、父親がいたのですが、酒とバクチに溺れていたため、母親の女で一つで育てられました。私の左手が不自由になった時、私の将来を心配した母親は、貯蓄のために、今まで以上に働き、少しでも多く稼げるように頑張ってくれました。また、 農業ができない私に、学問に力を入れるように勧めたのも、母親でした。そして、もう一人、貧しい私に色々とお金を工面してくれた小林先生です。高等小学校の教師であった小林先生は、私の才能に目をかけ、学費を援助してくれたり、左手の治療に必要な費用を集めるため、学校内で募金を呼びかけてくれたり、さらには、 医師試験に必要な費用も援助してくれました。この恩を私は生涯忘れることなく小林先生のことを義理の父親のように慕っていました。他にもいろんな方々に協力してもらい私は立派な研究者になることができたのです。以上です。どうですか ハンディキャップを抱えながらも、目標を達成させるためのきっかけがつかめましたかまた、相談ごとがあれば、いつでも、私、野口秀夫を頼ってください。